顕微鏡について、お話していきます。まあ、うちで使っているのは、まあ、ツァイスという会社の顕微鏡なんですけれども、まず、この70って書いてあったり65って書いてあるのは PD という言い方しますけど、瞳孔間距離、こうやると目と目の間の距離が動きます。自分の目と目の間の距離を知ってその距離に合わせればいいんですけど、最初わからない場合は見ながらちょっとずらしていただいて、両目でちゃんと見えてるかを確認してください。右目で見て左目がどう見えてるか、左目で見て右目がどう見えてるか、両方確認すれば確実ですね。で、ここのレンズの上にあるプラスとかマイナスで、これは視度調整といって、まあ、例えば近視があるけれども眼鏡をかけないでこれで度数を調整するとか、そういうことができるものですね。で、ここがハンドル、まあ、こうやって手を持って顕微鏡を動かすようにできます。で、こちら側にあるのは、これが、この鏡頭の位置をこう回すものですね。特にトラベクトーム手術など緑内障の手術の時などはよく使うものなので覚えておいてください。この下にこれついてるの、これは照視帯手術があるものだけについてるんですけど、リサイトといって眼底を手術中に観察するために使っている道具ですね。こうカシャーって音がしますけれども、陶像、つまり上下左右逆にして、光をこう入れてくるっていうシステムですので、これがうまく作動していないと手術者から見え方が変になったりとか、あの助手から変に見え方がなったりします。皆さんが助手側に入るときも同じように視度の調整があって、で PD の調整はこっちの助手側の場合は手でこんな感じでやる感じになりますね。ここに数字が書いてあるので、自分が65ぐらいなのかな、70ぐらいなのかなっていうのをちょっと調整してもらいます。で、こっち側には光の量を調整する、これによってあの顕微鏡の光の量を調整することがありますので、まあ、助手に入った人が勝手にいじるっていうもんではないですね。で、こちらに 0.6 とか 0.4、 ちょっと見づらいかな、 0.6 とか 0.4 とか書いてあって、この黒ポッチの横に今 0.4 になってます。これが、助手側から見た拡大率です。よく助手に入った人、看護師さんとかが、全然映像が見えませんっていう時って、これがこんな感じで間に入っちゃってることあります。なのできっちりと価値というところに置くのが大切ですね。私の好みとしては白内障手術などに助手に入るときは、まあ、0.6 ぐらいにして、照視帯手術だと1とかそれ以上で見たりして拡大してしっかり見るっていうふうに場面を分けてます。ただ細かくカチャカチャやると、あの顕微鏡が動くことがあるので、手術中ちょっとあんまり動かすのは気をつけてください。で、ピントを合わせる場所ですね。なのでここをいじることでピントの調節をすることができます。あとですね、こう手術中に、センタリングしてって言われることがあるんですけど、それはこのボタン、この青いボタンを押すと顕微鏡のこの位置、ずれているのがまっすぐになるようになるので、もしセンタリングをしてっていう場合はちょっとここを押していただければと思います。